目を細めて風に揺れる白シャツの眩しさに見入る。青空に湧き上がった入道雲でさえかなわないその鮮やかさ、光。ソータ君、彼はこの星で生まれた奇跡の男の子だよ。彼と私は昭和46年の夏の終わり頃、同じ日にこの町にやってきたの。私は彼が大好き。お母さんはおっちょこちょいで失敗することも多いけど、言いたいことがはっきりしててどこかしっかりしてる。お父さんは怒ると怖いのに、言いたいことがはっきりしなくていつでもどこでも優柔不断。お父さんの自信のなさは一体どういうわけなんだろう。ソータはそんなことを考えていました。こうして人類の歴史に刻まれたあの伝説の金曜日が始まったのです。さて、賢明なる諸君、下のマップをご覧あれ。ここにはエピソードごとに次はどこへ行くべきかヒントマークが表示されるよ。次は何をすればいいのか困った時はとにかくマップを見てみよう。なお、この賢明なる諸君へはツールボタンを押せばもう一度聞くことができます。私が何を言ってたかわからなくなったらもう一回聞いてみてね。賢明なる諸君へ、以上です。
賢明なる諸君、今ソータが手に入れたのは怪獣ピースと呼ばれるものだよ。怪獣ピースはこの町に怪獣が現れるたびに落としていくものだと言われているんだ。7個集めたらその怪獣の怪獣カードが手に入る。今自分が何個持っているのか知りたければピースボタンを押してね。賢明なる諸君へ。以上です。お店の中には確かに誰もいませんでした。お駄賃の代わりにお菓子でももらえるかなと思っていたソータはちょっとがっかり。まずはお使いを終わらせて、その後放送局の前に集合です。巨大怪獣をやっつける防衛宇宙局が活躍する番組は子供たちに大人気。この女の人はその番組を考えたアシスタントプロデューサーさんだったのです。すごい人なんだよ。
テケツケツカース湯目金品、365日営業の井の花駅前商店街でございます。皆様に愛される商店街、井の花商店街。ご乗車お疲れ様でした。藤の花、藤の花、次は桃の花。新宿行き、まもなくドア閉まります。やっと見つけたケーキ屋さん。あれ、なんでこんなところにいるのかな。喧嘩をしてもどこか似ている似た者同士の親子なのでした。完璧に忘れてます。ご乗車お疲れ様でした。藤の花、藤の花、次は桃の花。新宿行き、まもなくドアになる。便利で安くてゲット。ふわふわコロンコロン、すってんコロリン、おぼぼビューン復活。
すってんころりん、どろんどろん復活。まさに正義感の塊のようなアケビちゃんなのでした。ふわふわコロンコロン、すってんころりん、ボボボビューン。Thank you.
ソータは他の子の名前はまだわからないけど、その子の名前だけはしっかり覚えていました。ソータと同じ日に転校してきたクラスで6番目のとびっきりの美人。彼女のことを思うたび、ソータは胸がドキドキしていたのです。が言ってた話って、もしかしたらこのおじさんのことかな。ソータはそう思いました。ソータはどうしましょう。おう、ご乗車お疲れ様でした。藤の花、藤の花、次は桃の花。続き行き、まもなくドア閉まります。
い。さて、賢明なる諸君、今ソータが手に入れたものが怪獣カードだよ。これを集めれば怪獣カード合戦で遊ぶことができます。まずは5枚を目標にコレクションしてみよう。コレクションはカードボタンを押せば見ることができるよ。賢明なる諸君へ、以上です。
じわじわ踊り出すすってんころりん、やってくる復活。懸命なる諸君、怪獣カードが5枚集まったよ。
これで友達に話しかければ怪獣カード合戦で遊べるよ。勝つと親分、負けると子分。子分のままでは手に入らない情報もあるから、頑張って勝ってみようね。誰が親分で誰が子分かはツールボタンを押せばすぐにわかるよ。後のルールは簡単だから、ここでは説明いたしません。賢明なる諸君へ、以上です。彼らを追い払ういい方法はあるのでしょうか。
ソーパがしゃがみ込んで土管を覗き込むと、あれ？奥の方に光が見える。あれは一体何だろう？耳を澄ませば風の音が土管の中に響いてる。ヒューヒュー音まで立てている。もっと耳を澄ませば、おや？なんだか話し声が聞こえるぞ。は試しに土管に向かってドカンと大きな声を出してみた。怪獣の声を出し、不良たちを追い払う作戦は大成功なのでした。さて、賢明なる諸君、同じカードを2枚以上手に入れたら、カードを合体させて攻撃力を上げることができるよ。合体の回数はそれぞれ2回、枚数は合計3枚までできるんだ。ただし合体させると枚数が減るから気をつけようね。賢明なる諸君へ、以上です。
もないものを見つけてしまいました。
表彰状&任命状。我々は勇敢なる少年隊員の協力に感謝する。そうだ、君はすでに名誉ある防衛宇宙局少年隊員の資格を得たのだ。このワッペンこそその栄誉の証である。この崇高なるワッペンを身につけたその時から、君の栄光に満ちた戦いの物語は始まったのだ。この町、いやこの東京都、いやこの日本、いやいやいや、この太陽系第三惑星を襲う数多くの脅威に立ち向かい平和を守り通せるかは、まさに今誕生した勇気ある少年隊員君の双肩にかかっているのだ。惑星を守れ、太陽系を守れ、戦え、銀河を救うのだ。我々は君のさらなる健闘を心の底からかなり思いっきり祈っている。輝ける防衛宇宙局少年隊員として、これからも宇宙の平和のために大いに活躍してほしい。救え、第三惑星、こちら防衛宇宙局。以上。というわけで、ソータは名誉ある少年隊員となったのです。Thank you.
賢明なる諸君、怪獣カード合戦のルールを簡単に説明するよ。お互いに5枚のカードを裏返して並べた後、カードの位置を1回ずつ取り替えるんだ。カードの勝ち負けはじゃんけんと同じ仕組み。アイコになった時だけ強さを比べて勝敗を決めるよ。賢明なる諸君へ。以上です。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。1勝1敗でアイコが3つ。まずはおアイコ、100点くんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、勝負です。アイコは強さで勝負。やった勝ち。負けです。負け。やった勝ち。2勝2敗でアイコが1つ。アイコ、いきなり無調音、ボボボビューン、すってんころりん、ドロンドロン、復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。2勝2敗でアイコが1つ。まずはおアイコ、アケビちゃんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、勝負です。アイコ、勝ち。負けです。負け。勝ち。2勝3敗でアイコがなし。この勝負はあなたの負け。相手が親分、あなたは子分。ぐるぐるふわふわ、コロンコロン、すってんころりん、ボボボビューン、復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。
2勝1敗で愛子が2つ。まずはあなたの勝ち。あなたが先だよ。ヒント、次は相手がカードを動かします。ヒント、さて勝負です。アイコ、アイコは強さで勝負。アイコ、負けだよ。負け。1勝4敗で愛子がなし。この勝負はあなたの負け。相手が親分、あなたは子分。ボボボビューン、やってくる。踊り出す。すってんころりん、無調音。復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。1勝2敗で愛子が2つ。とりあえずあなたの負け。アケビちゃんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、さて勝負です。やったね。アイコ、アイコ、負けだよ。負け。2勝3敗でアイコがなし。この勝負はあなたの負け。相手が親分、あなたは子分。ぐるぐるふわふわコロンコロン、すってんコロリン、ボボボビューン、復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。1勝2敗で愛子が2つ。とりあえずあなたの負け。百点くんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、
さて勝負です。アイコ。負けです。負け。アイコ。勝ち。1勝3敗でアイコが1つ。この勝負はあなたの負け。相手が親分、あなたは子分。いきなり無調音、ボボボビューン、すってんころりん、ドロンドロン。復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。2勝1敗でアイコが2つ。まずはあなたの勝ち。あなたが先だよ。ヒント。相手がカードを動かします。ヒント。さて勝負です。アイコは強さで勝負。負けです。負けだよ。負け。やったね。1勝4敗でアイコがなし。この勝負はあなたの負け。相手が親分、あなたは子分。ボボボビューン。やってくる。踊り出す。すってんころりん、無調音。復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。1勝3敗でアイコが1つ。とりあえずあなたの負け。アケビちゃんが先だよ。ヒント。次はあなたの番。ヒント。さて勝負です。アイコは強さで勝負。やった。勝ち。負けです。負け。負けだよ。1勝4敗でアイコがなし。この勝負はあなたの負け。相手が親分、あなたは子分。ぐるぐるふわふわ、コロンコロン、すってんコロリン、ボボボビューン。復活。
ードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。2勝2敗で愛子が1つ。まずはお愛子、100点くんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、勝負です。やったね、やったね。愛子は強さで勝負。やった、勝ち。愛子3勝1敗で愛子が1つ。この勝負はあなたの勝ち。あなたが親分、相手は子分。諸君、ここでビッグニュース。怪獣カード合戦をやって勝てば、相手から怪獣ピースをもらえることがあるよ。自分が親分の時に勝てば、もらえる確率が高いんだ。これはぜひ覚えておこうね。賢明なる諸君へ。以上です。じわじわぐるぐるドロンドロン、すってんころりん踊り出す。復活。365日営業の藤の花駅前商店街でございます。皆様に愛される商店街、藤の花商店街。便利で安くてゲスゲス買わせうまく献金、365日営業の藤の花駅前商店街でございます。皆様に愛される商店街、藤の花商店街。
ぐるふわふわコロンコロン復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。2勝2敗で愛子が1つ。まずはお愛子、あけびちゃんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、さて勝負です。負けです。やったー、勝ち。負けです。アイコは強さで勝負。やったー、勝ち。2勝2敗でアイコが1つ。アイコ、ぐるぐるふわふわコロンコロン、すってんコロリン、ボボボビューン復活。カードを5枚出してね。これでいいかな。勝ち負けチェック。2勝2敗で愛子が1つ。まずはお愛子、あけびちゃんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、
勝負です。アイコは強さで勝負。アイコは強さで勝負。勝ち。アイコ。負け。4勝1敗でアイコがなし。この勝負はあなたの勝ち。あなたが親分、相手は子分。じわじわぐるぐるドロンドロン、すってんころりん踊り出す。復活。は試しに土管に向かってドカンと大きな声を出してみた。Thank you.
365日営業の藤の花駅前商店街でございます。皆様に愛される商店街、藤の花商店街。便利で安くて月々カースイモクキンピン365日営業の藤の花駅前商店街でございます。皆様に愛される商店街、藤の花商店街。ソータは試しに土管に向かってドカンと大きな声を出してみた。
じわじわぐるぐるドロンドロンすってんころりん踊り出す。復活。じわじわぐるぐるドロンドロンすってんころりん踊り出す。復活。
ソータはこの時まだ自らの身に降りかかる運命のいたずらに気づいていなかったのでした。ソータはとんでもない勘違いをしてしまったのです。
すくてゲツゲツかわす芋クキン。便利で安くてゲツゲツかわす芋クキンピン。365日営業の藤の花駅前商店街でございます。皆様に愛される商店街、藤の花商店街。ご乗車お疲れ様でした。藤の花、藤の花。やっと出てきたこの可愛い子が当時の私。一応クラスで6番目のとびきりの美人。子にそんなこと言うと勘違いされちゃうよ。そう、今日は怪獣が出る金曜日だったのです。
工場から立ち上る黒い煙に映された幻の怪獣の影。その巨影の影は本物の宇宙怪獣の登場によってかき消されてしまったのです。事態は急転、大騒ぎ。ここには宇宙怪獣の他にもう一つ巨大な生物が立っていました。そしてソータは、そんな父と娘の頭の上を情け容赦なく飛んでいく遠い遠い星からやってきた未確認飛行物体。
少年の胸に深く刻まれたのでした。5枚出してね。これでいいかな？勝ち負けチェック。1勝2敗で愛子が2つ。とりあえずあなたの負け。七伏くんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、勝負です。負けだよ。勝ち、やった勝ち。負けです。2勝3敗で愛子がなし。この勝負はあなたの負け。相手が親分、あなたは子分。じわじわぐるぐる、いきなりすってんころりん。5枚出してね。これでいいかな？勝ち負けチェック。1勝4敗で愛子がなし。とりあえずあなたの負け。七伏くんが先だよ。ヒント、次はあなたの番。ヒント、
さて、勝負です。負け、負けです、負けです、負け。やったね。1勝4敗で愛子がなし。この勝負はあなたの負け。相手が親分、あなたは子分。じわじわぐるぐる、いきなり復活。